野球の独立リーグルートイン BC リーグの栃木ゴールデンブレーブスは来月6日に迫ったシーズンの開幕に向けて今日日光市で必勝祈願を行いました。日光東照宮で行われた栃木ゴールデンブレーブスの必勝祈願には監督や選手など36人が出席しました。6年目の指揮を執る寺内貴之監督や選手会長の小倉由伸外野手などが代表して玉串を捧げ今シーズンの必勝を祈願しました。新たに10人の選手が加入した今年のチームのスローガンは丸です。4シーズン遠ざかっている優勝に向かって白星を重ねチーム一丸となって優勝を目指します。栃木ゴールデンブレーブスは来月6日宇都宮市のエージェックスタジアムで行われる開幕戦で福島レッドホープスと対戦します。もういよいよ開幕近づいてきたなというふうに、感じてます。みんな非常にいい状態で、ここまで来れてると思ってます。開幕で、何としても勝てるように、今選手一同、調整してますので、開幕まで楽しみに待っていてください。昨シーズン最後の最後でやっぱ悔しい思いをしましたので、そこは見てる方も応援していただいている方もたくさんいらっしゃいますので、やっぱり栃木が一つにこうなれるようにですね、はい、やっぱり優勝に向けて、頑張っていきます。